読売ジャイアンツ。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。さあ、追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、思い切ってこのピンチ見逃しで三振を奪う。これはファーストライナー。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウト打ちました。取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、そしてバッターボックスにはグラシアルが入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッと行きたいですね。なるほど、打ちました。センターへ抜ける、ホームに送球するジャイアンツ。さあ、初球は何か、変化球でまず空振りです。落として、これは当たりません。すぐに追い込みました。打ちました、金子。本塁タッチはアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあ、そして打席には浅村が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが得点圏には打ちました。坂本アウト、際どいタイミングでした。バッターボックスは5番吉田。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、点差は離されたくないこの場面、ランナースタート切ってきません。さあ、勝負してくるのか。引っ張った、これはファーストライナー。さあ、そしてバッターボックスには小笠原が入ります。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。これはスタンドへ入りそう、切れました、ファールボール。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。さあ、そして打席には山田が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。さあ、4球目は何か、インコース詰まりました。坂本が抑えてスリーアウトチェンジです。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。まあ、しっかりいいところで回しましたね。さあ、一打同点のチャンス。まあ、終盤に初球打ち、